参加者はカゴの中に入れた赤いボタンを後ろだけ押してください。いやー予想通りというか250人中250人いたんですからね。いやー階段あるからね。はいはい、あー天国だー。8、一応こう攻める、こう攻めてみる。あー綺麗に埋まってるねー。番長3も全埋まりと。聖夜行こう、俺たちの聖夜な。はい、いう感じで大と全埋まりにつき俺たちの聖夜行ってみたいと思います。よろしくお願いします。はい、おはようございます、しんのすけでございます。毎月3日のお約束だったんですけれども、こうして皆さんの前にさらされることになってしまいました。今回しんのすけチャンネル新しい地での収録臨みたいと思います。やってきましたのは埼玉県越谷にあります楽園南越谷店でございます。はい、で毎月3日今日で、まあ、今日 初収録なんですけども、この収録の前、毎月7月、6月、5月、4月から始まったのかな。で、まあ、ずっと来させていただいててですね、毎度毎度、まあ、土日になると300人、ね、本日が8月の3日土曜日でございましたので、入場抽選250人という感じの私、144番でした。で、平日だと、まあ、200人いかないぐらいっていうところで、かなりね台数の多いお店になってます。パチンコの台数も多いですし、パスロン台数も多いと。でパスロ一番特筆すべきはサラリーマン番長が10台近くあるっていうところですよね。で番長3があって、リゼロが今日になって50台超えてきてると。なんであと絆ももうワンボックスって言ってもすごい多いんですよね。40台規模あるんですよ。でハーデス凱旋もやっぱ40台規模、まあまあまあ人並ぶ割には意外とそのいつもだったら番号を良くないと、抽選の番号が悪いと結構休憩順機とか座れなかったんですけども、144番だったらある程度の台はある程度の機種は取れるというところで実際入ってみて、で台とは全埋まり、さらに今番長埋まってて、番長3埋まってて、鏡も結果鏡1台だけ空いてたのか4台あるやつで、あれ現代してるんですよね。で実は鏡があったところに今私がやろうとしてる俺たちの聖夜の題材機種でありますセイント聖夜海王覚醒があるんでですね、今回は俺たちの聖夜という感じで、これで3回目の3度目の違う4度目のチャレンジか、3度目か4度目のチャレンジになります。まあまあ一応結果は出てるのかな。1回だけ前になってるけど、一応ちゃんと ART には入れられてるんで、初回のそのちょっとだけ打ったやつ以外はね、今回もあれしたいと思います。ただ今回問題があってですね、本日8月3日は私必ず6時過ぎの飛行機に乗らなければいけないというミッションがあってあるがゆえに、これ南越谷から羽田空港まで2時間ぐらいかかるんですよ。そうなるともう絶対に4時には終わらせなきゃいけない選手権になってますんで、今回その6時間という本当に限られた時間の中で、何を思い何を考え、そして何を繰り出していくのかっていうところを注目していただけたらなと思いますんで、よろしくお付き合いのほどお願いしたいと思います。で、毎度毎度言いますけれども、私の俺たちの聖夜における永遠のテーマはゲーマ権フリーズ、こちらの方を引くこと。この場合はもうちょっとカメラマンにちょっと一回流してカメラマンに譲ってもう打たせるぐらいの勢いでね、最後万枚の絵は頼んだよ、だから頼んだよ、頼んだよ、もしも1000ゲーム以上乗っかっちゃった場合ね、そこもちょっと考えていかないといけないなっていうふうに思ってますんで、はい、いう感じで俺たちの聖夜でございます。よろしくお願いします。
ましょう。俺たちのせいやでございます。これで3回目のチャレンジですね。はい、まずはコスモチャージの煽りはリセット挙動。でオープニングでも言った通りですね、本日は私にしては珍しく絶対に6時間で帰らなければいけない戦いになってございますんで、でまあその打つ人それぞれだとは思うんですけども、例えば仕事帰りにパチスロと向き合う人っていうのはやっぱりその7時から8時からで閉店まで、まあ、できれば9時10時にっていうところなんですけど、じゃあ実践時間3時間でどういう機種選択をしていくのかとか、じゃあちょっと午前中二度寝して昼から OK 打って、まあ、大体6時間から8時間の勝負の時にどういう機種選択をしていくのかとか、まあ、あると思うんですけども、調子いいね、なんか調子いいね。このやっぱ朝一の台っていうのはすごく新鮮で、何でもキラキラ輝いて見えるよね。うん、で結構何気なく消化してますけど、日時計内部的な高確率状態っていうのはチャンス目強チェリー引けば 50% で当たりますんで、ここがスーパー大事だよね。なかなかゲーム数解消ってやっぱ期待したいところだけど期待しにくいところでもあるから、よし、あー惜しいな。おい、43ゲームこの聖夜の覚醒の方、SP じゃない方ですね、古い方の聖夜なんですけど、結構スペック的に辛いっていうのはもう周知な事実なわけで、全国的にすごく設定ベースっていうのは非常に高かったですよね。だからもう平日平常営業でも全体4、5っていうか、まあ全体4以上はありますよっていうところ少なくなかったですし、で今6号機リゼロが台頭してきて、じゃあこういう聖夜の扱いがどうなったのか、どうなってるのかっていうところですよね。はい、59ゲームなので、まあ、コスモチャージの煽りでしょう。ただちょっと前兆が長いよね。はい、コスモチャージでござった。はい、112ゲームで3回目。ジャクチェリー・スゲニスが設定1で65とか、6で50分の1ですから、今のところ6を超えてます。いいですね。俺たちの聖夜3回目にして初めてのジャクチェ、まあまあいいんじゃないの台そのままですけれども、たかだか100ゲームでだ、今までいかにジャクチェが落ちてなかったかだよね。うん、はい、120ゲームで12球っていうことは、まあまあこれはリセットでいいでしょう。ゲーム数の煽りですね。はい、130ゲーム8点。一回強いパターンのあれが出たんで期待したいところではあるけど、まあ当たんないよね。
にも道中全長の12球の道中2回スイカを引いてるんで、ヤコク全速ミッション OK。さあ今ポイントが660、あーまだ、サンキューポイント840なんで、ここで1000ポイントコスモポイント抽選、4分の1から6分の1の抽選受けられます。来ました、これで1000ポイント160ゲーム、しっかりと今打ち込みましたんでね、レバーで。ちょっと抽選タイミング分かんないですけれども、確実に私今打ち込みましたんで、さあ勝負、セットの時の恩恵、腹痛ポイントはどれぐらいかなって、別に溜まってあんま溜まってませんね。さあ、あちいの来たぜ。さあ、本日最初の強チェリー 10% 期待度ですが、青、ランプ。はい、重なりました、376。ワンチャン当たんな、ワンチャン当たんな、おい、せいや出てきたよ。お、あーどうぞ、どうなの、どうなの、いやーいや、アイオリアかっこいいな、おい、これやられてるよ、やられてるよ、あーやられたー、一応ジャックチェリーからの降格移行率、すなわちこのヒドキューステージへの移行率っていうのは、設定6、4分の1の設定1が5分の1っていうところで設定差があるので、お、ちょっとまた主流出てきたよ。あー、まあまあ当たんないよ、これチャンス目からの煽り。演出はちょっとね、やる気ある感じですよね。お、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 どうした、チャンス目、あ、降格チャンス目だったんだろうな、うん、はい、やりました、409ゲーム、投資がね12本、ここがもう結果出せなければどうしても結果が伴わないっていうのがこれ聖夜でございますので、割とその聖夜打たなかった理由の一つに、その6確定台、4、5確定台でもう全然 GB やれないで負けたっていう報告を、ちょ、あるんじゃないのこれ、421ゲームで9回目だよ、ずっと50分の1切っておる、
あーダメだ、飛ば、あ、とりあえずレベル2以上ってことは6636の 36×6 だから、あー何パーだ、18、おおむね5分の1強で抜けるな。いいよ、セクシーだよって、そうすると次は 36% だな、もう 36% まで来たぞ。お前ちょっと、お前ここ負けんな、お前な、お、どうした、大丈夫だろう。 Yes I do からの 36%、 うわー、はいよ、セクシーだよ、ノーノー、うん、うん、いい、お、うん、あ、おー、ここちょっと頑張るとこでね、頑張るとこだね、お、お、いいよ、抜けそうだよ、お、ちょっと待って、ちょ、サオリ、あおう、よしよしよし、とりあえずいいよ、450ゲームで10回目、おお、やったよやったよ、おい 60% だぞお前ら、いいか、くぞー、イメージは強地、おっしマッチとやべえな、おい、おっ、うわっ、おい、ちょっとお前、お前、ちょっとお前お前、ふざけんなよ、おい、まあ、ここは倒れんだよ、からの、からの、ボタン、うわあ、まあ、ただいや今のはよくない、もう素直にここは悔しがった方がいい、 60% 外したんだもん、まあまあ最初から決まってたじゃんっていうのは知ってるよ、知ってるけど、そこはねいちいちもうまあいいっていうセリフはないんで、今日の俺には、え、なんだこれ、なんだ、俺ちょっと見たことないぞ、なんだこれ、俺こういう確定系、うん、なんだ、なんだこれ、こういう時は調べよう、わかんないなただポセイドンの槍である、槍であることは間違いない、37ゲームなんだ、どうした、お前どうした、なんだあれ、56円コスモチャージからの、もう990なんで次のゲーム抽選があります、コスモチャージ赤、よし緑いった、緑いった緑いった、59ゲームいや楽しいな、
速のこねえいいよね、これぶっ刺さってんだろう。いやちょっと全然だね、内容は全然だね、緑っていうだけで全然だね。さあ1000ポイントから30ゲーム目。いやいいよ、もう一声。あー買い、あーどうだ、あドドドドン行った、ドドドドン、あ、勝ち申した、勝ち申した、はい、コスモポイント解除でござる。私の攻撃が押し返される。93ゲーム追加3本都合15本、6だね、6だね、これ。変わらず初戦、初戦がとにかく大事。あー厳しいかな、次だな、よし行くぞ。まあまあ仕方がないと思ってるよ俺は。どうした、これ2戦目だな、2戦目を超えたら俺はいける気がする。難しいかな、 40%。 おぉーちょっともうもうやーちょっと声入れてた、もう強調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 、惜しい、 OK、 やあーお前、おいちょちょ、危ない、お前やれよ、ナイス、お前危ない、ボタンボタンボタン、よし、さあ勝負です、参りましょう、現場剣フリーズ、そうだよ、ルールをもう一回勉強、ルールを、ね、とにかく赤7揃いだな、
待てよ、慌てんなよ俺。ここで行ってればフリーズする。だけどこう7を重ねるのが一番だって聞いた。まあ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 、雑だよ雑だよ、丁寧にね。ああ違うよ違うよ、ダン違う。ちょっと慌てんな、流れが悪いぞ流れが悪いぞ、慌てんな。惜しい、今のはちょっと惜しいね。本当は違う違う、お前いやー、その画面じゃない、その画面じゃないから。ほらもう、もう全然だよもう。まあええわ、行きましょう。オッケー、チャンスマンからの 4.3 分の1で何かに当たりますので順調にいきます。ああセイントアタック以上は来ます。来ねえんだ、大丈夫だろう、通過か。ああ大丈夫だろう、復活復活、オッケー。ああ戦闘だ、押します。そしてまだ前兆ステージにいますね。これは何でしょうね、外れから外れというか何も引いてなくて当たってるか、もしくは弱者で当たってるか、何でしょうね。おいいよ、サンキュー。お、まあまあいいよ、よいしょ。ね、簡単でしょ。はい、初期ゲーム数を上回りました。で意外とチャンス目1回しか引けなかったのに初期ゲーム数を上回ったってことは、これはもう流れは来てますよね。もう皆さん分かると思いますけども、まあ見たまんまですよね、見たまんまです、はい。
この流れの中で強制がこう引っかかってくるともうね終わらなくなるんだよね、とかって思ってるとなんか押し順ベルとかで300とか乗っちゃったりするんで、ただね、何例えばセイントアタックのセイヤとか一騎とかものすごい上乗せが期待できるやつ、戦うやつあるじゃないですか、セイントバトル、あれのやたら継続率の高いやつが一回も俺引いたことないんですよ。でもそれなりにまあ遊べちゃってるっていうのがこれはやっぱり ART にさえ突入すればどうにでもなっちゃうっていうこれ魅力ですよね。さあさっきのポセイドンの槍のお返事が来てるかな。22件、レベル次回 GB レベル2以上濃厚らしいですね。なるほど、もう俺の中で300ゲーム以上なんだけど、こっちですよ。ああ。え、何？チャンス目で？チャンス目で？100ゲームか。ああ。俺がもうさ、こういうのやっちゃうとさ、いやー、もう勝ったよね。もう勝ったよね。うん、もう勝ったよね。